もぐもぐ、酸っぱくて甘くて最高。おい霊夢、何を食べてるんだ。お、パイナップルか。うん、フィリピンのじゃないな。そう、ちょっと高いけど、芯まで美味しい台湾産だよ。マリサも食べる。気前がいいんだぜ。じゃ、一切れいただくよ。ん？ジューシーでたまらないぜ。確か飼育員が、輸入しなくなったから日本にも台湾産のパイナップルが、たくさん入ってくるようになったんだよね。もぐもぐ。ああ、2020年の選挙で独立派の蔡英文が再選され、その後香港民主派が弾圧され、四国と台湾の関係は悪くなったからなんだぜ。もぐもぐ。最近は、どうなってるの？ああ、四国からの進行準備とも取れる演習や領空侵犯も増えてるし、台湾もピリピリしてるんだぜ。今回はそんな四国の活動や、それに対するアメリカの反応を解説するんだぜ。こんな美味しいパイナップルが食べれなくなったら困るからな。もぐもぐ。ああ、もう、台湾パイナップル全部食べちゃったよ。ゆっくりしていってね。さて2022年になってからも台湾海域、空域での四国海空軍の動きは活発なんだぜ。いや、活発すぎると言っても過言じゃない。2021年も多かったみたいだけど、増えてる感じ。台湾の国防部、国防省によると、中国軍の戦闘機など39機が1月23日、台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入したんだぜ。極めて挑発的で、2月も7機が侵入した。防空識別圏って何？各国が防空上の必要性から、領空とは別に設定した空域のことなんだぜ。このエリアに侵入してきた外国の軍用機に対して、戦闘機によるスクランブルを行い、このまま進むと我が国の領土ですよ、と注意や警告をするんだぜ。しょっちゅうそんなことあるの？あえてそういう危険を犯すんだから、多くはない。しかも数を揃えて防空識別圏に侵入してくるのはリスクが高い。明らかな挑発行為で、一歩間違えれば戦争まではいかなくても、戦闘は起こりかねないんだぜ。じゃあ、台湾空軍の皆さんもピリピリしてるね。ああ、4月にも25機来てるんだぜ。5月6、8日には四国は台湾近海で演習を行って、その際も連日侵入していて、台湾国民も不安な様子だぜ。なんだかきな臭いよね。その演習は、おそらく台湾侵攻時の外部からの援軍遮断を想定しているみたいだな。海空軍共同みたいだぜ。空母遼寧も演習に参加して、連日の発着艦は150回以上というから、相当な規模の軍事演習なんだぜ。中国だって連休あるんじゃなかったっけ？海空軍は連休なしで、軍事演習だ。四国軍人も不満が溜まっているんじゃないか。台湾軍はどうしてるの？台湾も先週、南部と南東部の海岸沖で事前に発表していたミサイルなどの訓練を実施しているんだぜ。相当、緊張が高まっているんだね。3月に四国の全国人民代表大会、全人代、があった。李克強首相は閉幕後の記者会見で、ウクライナ情勢について、猶予と痛惜を深く感じている、と述べたが、ロシアによる明白な侵略を非難することはなかったしな。レッドチーム同士だしね。台湾をめぐっては、全人代で採択された政府活動報告で外部勢力の干渉に断固反対する、と表明し、台湾支援を強める日米欧諸国を強く牽制しているぜ。習国家主席は海外関連の軍事活動に関する放置作業を加速するよう指示した、ときたもんだぜ。なんだかやる気満々みたい。王毅国務委員兼外相は記者会見で、台湾などに関する言動で日中関係が深刻な打撃を受けないようにすべきだとして、日本に火中の栗を拾うな、と忠告までしているんだぜ。火中の栗って、ズバリ台湾のことだよね。日本の岸防衛省も17日、日本の南西諸島及び台湾周辺で中国が活発に活動していることを深刻な懸念とともに注視していると述べているんだぜ。緊張が高まっているのは事実ね。これに触発されたのか、アメリカで四国系米人が台湾系コミュニティをヘイトクライムで襲撃し、複数人の犠牲者が出るという悲劇も5月に発生しているんだぜ。でも、ロシアがウクライナに侵攻してあの状態だから、四国もためらっているんじゃないの。一説によると、ロシアのウクライナ侵攻は事前に四国はロシアから聞いており、支持する見返りとして台湾侵攻の際は、支持してもらう密約があったとかなかったとか。まあ、その真偽は確かめようがないんだぜ。米国の反応は、アメリカ軍関係者の間では、台湾海峡有事への警戒が強まっていて、デイビッドソン前インド太平洋軍司令官は3月、議会公聴会で、四国軍による台湾侵攻が顕在化する恐れがあると警告しているんだぜ。アメリカも注目してるのね。バイデン政権は歴代政権と同様、
台湾は中国の一部だ、と主張する中国の立場を認識する一つの中国、政策をとっているものの、記者会見では、台湾が中国から攻撃された場合は、アメリカが台湾を防衛すると発言したんだぜ。はっきり言い切ったの？ホワイトハウス報道官は後に、アメリカの中台政策に変更はないと説明したものの、アメリカが台湾への防衛義務を認めることは、アメリカが中台関係について長く維持してきた戦略的曖昧さ、方針からの離脱なんじゃないか。日本も他人事じゃないわね。ああ、沖縄には米軍基地もあるし、いざ海戦となったら巻き込まれるリスクは十分高いんだぜ。中国は台湾を占領できるの？なんとも言えないが、中国空海軍の増強ぶりを見ると可能性ないとは言えないな。そのあたりを解説していくぜ。まずは海軍力比較なんだぜ。C 国は今では艦艇数だけは世界一だ。航空母艦2隻、弾道ミサイル原子力潜水艦7隻、攻撃型原子力潜水艦9隻、通常動力型潜水艦48隻、駆逐艦39隻、フリゲート57隻、コルベット27隻、高速戦闘艇65隻以上、ドック型揚陸艦4隻、戦車揚陸艦29隻、強襲揚陸艦2隻。口が疲れるぜ。はい。すっごいね。対する台湾は、フリゲートが24隻、駆逐艦が4隻、潜水艦が4隻。旧式艦も多く、いざ海戦が始まったらまともには対抗できず。台湾海峡の制海権は C 国が制することに疑いはないんだぜ。全然規模が違うのね。次は空軍力だな。もちろん C 国は全力を台湾に向けることはできないとしても、C 国空軍は、戦闘機759機、戦闘攻撃機794機以上、攻撃機140機、爆撃機約176機など、総計戦闘用航空機を2517機有する世界3位の空軍なんだぜ。こっちも、すっごいね。対する台湾空軍は第4世代戦闘機が中心で F-16 が145機、ミラージュ2000が55機、国産の FCK-1 が150機でおよそ350機の戦闘機を保持しているぜ。C 国には劣るが、簡単に制空権を渡すとは思えないぜ。台湾は空軍力はそこそこあるんだね。陸軍力の直接比較は意味はあまりないけど、ざっと C 国は100万人の規模、台湾陸軍は10万人で、約10分の1しかない。とはいえ海上侵攻となれば、攻撃側は3倍以上の戦力を投入しなければならないので、簡単に落ちるわけではないんだぜ。数だけ見ると台湾は1対1の戦争だったら勝てる見込みはほとんどないわね。単純に見ると、そうだな。でも米軍が本気で介入した場合、ここに在日米軍の戦力が加わるんだぜ。海軍は第7艦隊、つまり原子力空母ロナルド、レーガン、艦載される第5空母航空団を戦闘部隊の主力とし、戦時には50、60の艦船、350機の航空機を要する大規模戦力だぜ。練度も高いし、兵器も高性能だぜ。世界でも最高クラスの艦隊ね。ああ、さらに嘉手納やミサは、横田の在日空軍や在韓空軍も加わる。F-16 中心だが100機以上の戦闘機戦力だぜ。台湾軍にアジアの米軍が加わった場合、台湾侵攻が成功する可能性は非常に小さくなるんだぜ。そもそも、上陸作戦というのは非常に難しい。しかも台湾一国を占領しようとすれば、相当大規模な戦力の展開が必要だぜ。過去にそのような作戦をしたことすらない、中国海軍にその実力があるとは考えにくいんだぜ。上陸作戦って、そんなに大変なの？ああ、台湾侵攻ともなれば、最低でも数ヶ月以上の準備期間が必要だし、現在の衛星による情報収集能力があれば、戦争開始の2、3ヶ月前にははっきりとわかるからな。相手が待ち構えているところに、大規模な艦隊を編成して上陸しなければいけないから。事前に制空権を 100% 取らなければ成功はおぼつかないんだぜ。そもそも制空権も簡単には取れない。米空軍が加わればな。C 国も空軍力は増強に次ぐ増強を続けてはいるが、第4、5世代の戦闘機は少なく、性能にもいろいろ問題があると言われている。対して米軍や台湾の戦闘機は、コンバットプルーフ済みで、操縦士の練度も高いんだぜ。それに何百キロも飛んで敵地で空戦を行わなけりゃいけない。ドイツがバトルオブブリテンで負けたのも、敵地で戦ったのが一つの理由なんだぜ。パイロットの負担も高いわけね。さらに海戦には、もっと船の能力や作戦能力、練度が物を言う。世界一の戦闘能力を持つ米海軍は、その経験値と高性能な艦船を有しているから、下手をすると、C 国艦隊全滅。なんてこともあり得る。C 国海軍は張り子の虎？
それは戦争が始まらないとわからないが、海軍力は一石一鳥に高めることはできないんだぜ。200年以上の歴史を持つ米海軍と、ここ20年ほどでやっと近代海軍になった C 国海軍では、経験値に違いがありすぎる。じゃあ台湾は大丈夫ね。いや、中国沿岸からの長距離ミサイルによる飽和攻撃もあり得るから、絶対はないんだぜ。まあ、本当に台湾侵攻があれば、日本の自衛隊も参加することはあり得るし欧米からの支援も間違いないだろうな。ウクライナと同様だ。C 国対台湾、欧米日本だったら、警告はいらないけど。核を使わない限り、台湾侵攻は頓挫、大損害を出した C 国戦力は再建には10年以上かかるだろう。さすがに政権も崩壊し、共産党の独裁は終了すると思われるんだぜ。じゃあ、台湾国民は安心していいの？西側諸国からの支援次第だぜ。バイデンもはっきり防衛するって言ってるし、ウクライナへの支援状況も見れば、すぐに侵攻を始めるほど C 国も愚かじゃないって信じたいんだぜ。よかった。C 国も脳なしではないので、絶対に不利だという状況を自ら作り出そうとはしないぜ。油断はできませんが、ここでしっかりと、日本やアメリカ、台湾、それ以外の欧州なども含めてしっかり連携して、力による現状変更は絶対に認めないという姿勢を示せるかどうかが、今後の鍵になるんだぜ。戦争は外交の延長に過ぎないっていうからね。ああ、遺憾の意を示すだけじゃ、平和は維持できないってことだな。それでは、皆さん、さようなら。